ミドロが池、みミドロ池、みどミドロみぞろミゾロ泥イケ、フケ地は、日本の近畿地方中北部の京都盆地北端部に、所在する池と、湿地からなる地形である。前水域と西のあぜは、現在行政上の京都府京都市北区、上賀茂狭,狭間町、かつての京都府アタ郡上賀茂村の東端。江戸時代における、山城国アタ郡上賀茂村近傍。 爆藩体制下の城修城鴨村金坊の、緑貝劇船神社両島に属する。上鴨狭,狭間町の西に位置する上茂緑貝池町。上茂緑池町は、緑貝池と接していないが、歴史上でも、行政上でも深く関わっている。池の総面積は、約9.2ヘクタールで、周囲は、約1540メートル。池の中央には、浮島が存在する。 地図には掲載されない。今も昔も流入河川はないが、1927年、昭和2年6月に、松ヶ崎浄水場、CF ができて、以降は、その排水地より、若干の漏水が流入している。北側を消し山、標高177メートル、東側を高山、標高179メートルと池に突き出した、半島上のチンコ山。 南側を、西山、標高135メートルと、池は、標高200メートルに達しない、丘陵地に3方を囲まれた低地にあり、南西端のみが、平地に開けていて、広大な京都盆地につながっている。西側にはまた別の山地、上神本山の山の東端が迫っているため、阿ぜの平地分は狭い。あにある、そのわずかな平地には、昔から、自社のか民家も、 いくらかあったが、今では、家々が、ぎっしりと立ち並んでいる。西側の平地には、平安遷都の頃から、倉間街道、倉間王子が南北に通っていた。この街道は、平安系と丹波国を結ぶ物流の道で、いずれも、泥が池から見ておおよそ真北の山奥にあって、風水上の北方守護の要であった倉間寺と、遷都以前からあった、貴船神社へ伸びる、三景道でもあった。 現在は分割されて、不動40号の一部や不動103号の一部が、旧、倉間街道に相当しており、ミドロガイケの直近では40号が走る、各道路のつながりは、交通アクセス説に詳しい。東は、松ヶ崎大谷町、南は、松ヶ崎ミドロガイケ丹町と、松ヶ崎西山町の、共に山麓と接しており、これらの山の頂付近には、ミドロガイケに面した、 古墳群がある。鉱山を挟んで、緑川池の東向こうには、宝ヶ池、江戸時代に造成されたため池がある。緑川池は、その形態から、およそ1万年前までに、池の南西部にできた、海石国の出口が、鴨川、鴨川の洗浄地帯石物、採設物によってせき止められ、自然堤防の原型が作り上がって、 ミドロガイケの形状を保ってきたと考えられている。また、この時期の最終表記の地層から地質調査によって三ヶシワの花粉が確認された。なお、この場所には自然堤防に加えて人工堤防が設けられている。1911年、明治44年1月に観光された京都府アタ郡群村市によれば、古代において用水のために増築されており、 6世紀前後、飛鳥時代半ばに、上述の自然堤防に、人工堤防が増築されたものとされる。平安時代前期、菅原道真によって編纂された、類似国史に、純烈天皇が、丁寧地なるところに行行して、鳥網を使って、水蝶の漁を行ったという記述があり、ぬかるむ池を意味する、この丁寧地が、現在ある、ミドロが池と否定されている。 現在知られている限り、この池の名称と思われるこの、これが書室、記録上の最初である。同書から引用した終わり半編さんの、累獣日本語記巻、第十九に、初週の天長六年十月平身上、天長六年十月十日、上、ユリウス歴列八百二十九年十一月九日の上をここに示す。平安時代中期から後期にかけては、泉式部が、 ミドロ池の水鳥を赤に読んだほか、藤原サネ家の日記、正月には、ミドロが池と否定される池の名、ミドロ地が記されている。以下に、泉式部の歌を記す。平安時代末期に編まれた、歌謡集、両人秘書には、以下のような記述があり、ミぞロけの名が見える。この時期から、ミドロが池のあぜは、地蔵菩薩信仰の霊地、CF となり、地蔵堂は、 慶の六地蔵周りの第一霊場として、あがめられるようになった。室町時代中期に編纂された、辞典、愛能省の巻一の八十三、節分夜、太大大図寺には、美祖寺池、美路池の表記が見られる。室町時代後期の区下、関路寺親町の日記、親町狂記には、美祖路地の名が見える。同じく、室町時代後期の上、杉本、落中落外図には、 みソろ池の西藩に、ビソロ石書と、その横に、時差歌う、地蔵堂が描かれている。江戸時代初期の明暦四年、万事元年、1658年に編まれた地市、落葉名書集には、みぞろ家と記されている。漢文五年、1665年漢行の、不創経過史、には、みぞろ家はじめに深泥また驚い家と作るとあり、みぞろ家に加えて、 ミドロガ池、おどろロイという名称が現れている。上京二年、1685年観光の地市、京葉豚へ、には、ミゾロ池、ミゾロイケと切れている。江戸時代前期中には、聖徳元年、1711年観光の地市、山修明石市で、昔の、ビドロ地を、今は、微層ロ地と呼んでいる旨が記されており、ミゾロ池、ミゾロイケ、極ロ地、ミゾロイケ、 五ゾロ地の名も見える。以下に、山修明石史初集の一例を示す。安永九年、1780年観光の地史、と名所図絵巻の六五原部には、この池を描いたページの見出しに、水ぞろ水みぞ池とあり、下段には小さく、水ぞが、池とも記されている位置で、自決の解説では、水ぞろ水みぞ池と記している。池のには、孫や旅人とともに、 地蔵堂も描かれており、自決の解説には、六地蔵周りのその一なりとある。五映像国際霊園儀の文化八年、1811年の写本には、美空地、驚い家の表記が見られる。このように、江戸時代の資料には、前の時代に引き続いて、美空家とこれに類する名称が、多く、長らく最も一般的な名称であったことがわかる。しかし、 明治時代初頭の神仏分離令と廃仏希釈によって状況は一変する。地蔵堂周辺は、鴨分けイの神社、上鴨神社の所領であったため、神仏集合の下で、地蔵菩薩もこの地で信仰され続けてきたのであるが、国家神道、神社神道の構築の邪魔になる仏教系の信仰が、神社と引き剥がされることを余儀なくされ、この地の地蔵菩薩の霊地は、 常前寺への潜座を強いられた。そして、霊地のもとであるべき地蔵菩薩の繊維によって、みぞろ家という地名は見ようしない。代わって、み泥が池という地名が用いられるようになったということである。江戸時代の文人画家で初夏の池大河は、祖先の地、み泥が池にちなんで、地を名乗ったという。み泥が池の読みは、み泥が池、み泥が池の二通りが存在し、 特段の統一がなされていない。京都市のサイトでは、ミゾロガイケ、京都市交通局の芝ス停留署名称では、ミゾロガイケと表記する一方で、京都府の公式ウェブサイトでは、両方の読み方を併記している。歴史的にも、上述の通り、それぞれの振り仮名が使われ、混用されていた。類児国史書中の、伝令について、関イン,ポン、陰本、類児名義章によると、 古訓は、ミソコルとされる。ミソは、ミソ、一般的に人工水路を意味するが、元は、山中から谷に出てくる自然の流れのことを示した。コルは、滞る、意味の、行である。時代を経て、いつしか水流が滞り、池の水が泥になった。大日本地名辞書、吉田東吾著、不山坊書店には、驚いて、ミドロの吉谷と記されている。この、泥、 自体に着目するか、池古来の水流、溝に着目するかの意がもとで、両方の読みが残ったと考えられる。文化庁に登録されている名称は、ミドロガイケであり、付近の地名、上賀もミドロガイケ町、松ヶ崎ミドロガイケも、上賀もミドロ池町、松ヶ崎ミドロ池端と読む。一方、京わらべ、1658年、都名所者、1714年、 慶城障乱、1718年、地蔵堂正面の護衛科学、ウ列に、画像ありからは、それぞれ、みぞろ地と記されていることから、地元では、みぞろ、ガイの読みで親しまれてきたことがわかる。かつて、池には八大竜王が祀られ、八池のうちの一つに数えられていた。室町時代の説教説、小栗方岩には、みドろガイに、おろちが住むという話がある。 近現代においては、タクシー乗客の女性が突然消えた事件が、新聞や週刊誌に取り上げられたこともある。氷河期からの生き残りとされる生物と、温暖地に生息する生物が共存しており、学術的にも貴重な池として著名である。1927年、昭和2年6月14日に、植物群落が、ミドロガイケ水生植物群として、 国の天然記念物に指定され、その後、1988年、昭和63年に、ミドロガイケ生物群衆として、生物群衆全体に対象が拾られている。また、2002年、平成14年に発刊された京都府、レッドデータブックには、要継続保護として掲載されている。ミドロガイケの南側から水域を隔てた池の中央部分に、 池全体の3分の1を占める浮島が存在する。この下には水の流れがあり、島が池に浮いていることが確認されている。この浮島は標高が水面とほぼ等しいほか、窒素やリンなどの無機塩類がほとんど含まれない、非栄養性の出現が広がる。ここでは有機物の分解が進まず、枯死した植物が堆積していくために、コケ類を 始めたような植物が生育する絶好の場となっている。浮島は夏になると浮かび上がり、冬には沈んで冠水する動きを見せる。この特徴により、多様な植物が生育している。三つかしやホロムイソウのような寒冷地に分布する植物や、純菜のような各地に自生する植物、タヌキモや、モウセンゴケのような食中植物、大水ミゴケ、ハリ水ズゴケ、ヌ 学名、メリンイープスやポニカ、犬の花ゴケといった、高層出現、水ゴケ出現の構成種が共存している。約60種ものトンボが生息しており、これは、日本に分布するトンボが、約200種いる中でその4分の1以上が当地域に分布していることを意味する。また、フナ、ヨシノボリ、スジエビ、クサガメ、日本イシガメなどの池に生息する動物や、 ヒドリガモやルリビタキをはじめとした、万頭期を中心に170種の野鳥の飛来が確認されていい。1930年、昭和5年には、日本で初めて水雲が発見されるなど、気少動物にとっての数少ない生息地でもある。春になると、三つかの白い花が咲く中を、日本蜜チや花籠、花高曲がりもん花ブが、花粉や蜜を食べながら、 草粉の役割を果たして飛び回る。5月には主に白色のカキツバタや赤色のトキ層が、秋には青色の騒ぎ鏡が咲き競う。また、池の周水域となる周辺の山々には、コナラ、アベマキなどの落葉樹、赤松などの常緑樹による林が形成されている。長場オモダカ、気象部などの植物や、ブルーミール、大口バス、カムルジー、赤カミミガメ、 カダヤシなどの外来種が問題視されている。これらは繁殖力が強く、生態系に悪影響を与えているとされ、メダカやタモロコなど、いくつかの在来種が食物網、特に捕食・非食関係の変化によって、姿を消している。また、北王子露山人が K の落北ミドロガイ家の産が飛び切りである。これは特別な有品と評した純菜は、初夏から秋にかけて、 暗号紫色の花を咲かせる。かつて、ミドロガイケの水質悪化、外来種植物の繁殖が影響したほか、ルアーフィッシングの妨げになると刈り取られたことから、ほとんど見られなくなった時期もあった。このため、地元住民や研究者らが定期的に在来種の調査や外来種の駆除を行うなど、生物群衆の生育に適した水質改善に取り組んでいる。 干渉用の水草として知られる外来種の食虫植物オーバナイトタヌキモが2000年、平成12年頃に浮島の一部で確認され、その後急速に生息域を拡大させている。人の手で池に持ち込まれた可能性が高く、2012年、平成24年夏には池の水面を10センチメートルの厚さで覆い尽くすほどにまで繁殖した。後日の、 ミドロガイケ水生生物研究会によって調査特助が試みられているが、まだ十分な効果は上がっていない。水草の水面増殖により、日光が遮断されて水中まで届かず、酸素濃度の低下を招くことによる生態系への悪影響が懸念される。ミドロガイケの北西側に沿って伸びる指導岩倉、上賀茂線は交通量が多いものの強硬な道路であり、 1985年、昭和60年、左京区岩倉地域住民らにより道路整備が望まれた。この請岸申請が京都市議会へ提出されたことにより、1990年、平成2年に池を埋め立てて道路拡幅を行う計画が持ち出され、ミドロが池やその周囲の自然環境をどう保全するかの論議が湧きこった。京都市は都市計画実現上の大きな課題となる。 天然記念物ミドロガ池に影響するため、存続することは困難と評価している。その後2011年4月2日に、計画の見直しが行われ、指導岩倉上賀茂の都市計画は廃止された。なお、1997年、平成9年に京都市が地元の地権者から池を買い上げている。百六十五年、昭和四十年以来、地元住民を中心とする、 ミドロガイケを美しくする会が、環境保護に資する活動を続けている。1990年、平成2年には、上述の道路拡幅計画を反対する立場から、泥池を守る会が、1998年、平成10年には、外来種の調査捕獲や、植生管理をする、ミドロガイケ水生生物研究会、当初は、ミドロガイケ水生動物研究会が、 相次いで発足した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。